はい、どうも皆さんこんにちは、てるです。今回はですね、大会の方に行ってきました。で、今回行った大会はですね、今までとはちょっと違くてですね、チャンピオンシップというところに行ってきました。なんていうのかな、チャンピオンシップ、ちょっと大人向けっていうか大人のプレイヤーが多い大会になってます。はい、いつもショップとかでやってるやつよりも結構規模が大きい大会になってきて、2回目かな、2年ぶりの CS に行ってきました。はい、で、今回ですね、横浜 CS ということで、結構な人数、150人ぐらいかな、いたのかな。その中で、デモをずっとやってきたわけですよ。はい、お昼ぐらいからもうずっとやって、夕方にようやく終わったってこと、結構長時間かかって、僕はもう心身ともに疲れました。というわけで、僕が今回使ったデッキはですね、はい、こちら。デデンドキンダム X。 これですね、動画で本当は出したかったんだけど、普通にパックを4パック買って剥いたら出てきちゃったっていう、本当は動画で出したかったんだけどね、しょうがないけど。ドキンダムを使ったデッキなんですけど、ドキンダムといったらレッドゾーンとかが有名なんですけど、今回僕はね、ドロマーで行きました。こういう超次元カードで、ガイアールだったりとか、このガイアールだったりとか流星とかを出して、封印をどんどん解いていく。これも火のコマンドなんでね。で、あとディアボロスゼータ、こちらのカードはですね、覚醒条件が、バトルゾーンかマナゾーンにあるカードを3枚山札に戻して覚醒する効果なんで。でもこのディアボロスゼータのカードっていうのは、この封印も含まれます。ちゃんと封印もカード扱いとなっているので、こちらの封印を使ってこちらを覚醒するっていうのもダメで、3枚一気に覚醒できますね。だからこの子の効果で出した時で、一応コマンドの非文明なんで、1枚封印が外れる、覚醒条件3枚外れるってことで、4枚外せるカードになってます。一応この子のね、封印を、はい、今回は僕このデッキで行って、結果としてはちょっと下から数えた方が早いような結果になってしまいました。はい、ちょっとね、厳しかったね。モルトネクストっていうデッキが結構僕3回ぐらいかな、6回やって3回ぐらいモルトネクストのデッキに当たって、で軽い子とか積んで抑えてたんですけれども、なかなかちょっとね、回ってこなくて、多分こっちの方にね、封印の方にカードがいっぱいいっちゃったっていうのが一番あれなのかな。それでもね、一応ぼち小屋氏にはなってくれるというあれで入れたんですけれども、結果残念なことになってしまいました。結果残念でした。今回横浜 CS は、東京、横浜じゃねえな、横浜 CS って名前なんだけど、東京の綾瀬というところで行われました。たくさんの人がね、参加してたんで、皆さんお疲れ様でした。参加されてた方は、はい。で、参加賞を一応もらってきたんですけど、こちら何これ、ビクトリーパック、開運ビクトリーパックっていうのをもらってきたんで、一応開けたいなと思います。入ってるのが、こちらですね、モンド無用だ、オニーマルボーイと、ナチュラルトラップ、デスマーチイダ。デスマーチか、いいね。デスマーチが入ってるみたいですので、デスマーチになっていきたいと思います。でもナチュラルトラップ、これ新イラスト、限定イラストかな、このこれは。そうだよね、開けましょう。よいしょ、ほい、じゃらん。オニマルボーイですね、一番上に乗ってるやつかな、これ。そうだね、オニマルボーイです。これパックでも出てくるやつだから、そんなにいらないと思うけど、はい。トリガーでバトルゾーンに出した時、相手のサイキッククリーチャー好きな数、パワーが合計8000以下になるように破壊するということで、はい。オニマルボーイか、マイディでしょう。はい。ドロマー、このデッキの、レシピみたいのはね、出してもいいけど、弱いよ。出してもいいけど、結果がそんなに残せなかったので、気になるという方は、ぜひコメントで、言ってください。はい。もしコメントが多いようでしたら公開しますので、はい。多分この2連休でずっと、まだ地元に帰ってた時の、動画もまだいっぱい撮ってあるんで、そちらを公開したいなと思います。今回はその横浜 CS の、結果報告みたいな感じかな。戦績としてはもう150何人中140位ぐらいでした。はい。もうボロ負け、ダメ。俺もう CS ダメかもしれない。でも CS ダメかもしれないって言っても、2月の方、2月にまた CS があるんで、それにも参加しないといけないんですよ。次のね、CS も参加される方もしいらっしゃいましたら、ぜひその時はよろしくお願いします。何の出来でいいかわかんないけどね。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、今回の大会報告は以上です。横浜 CS お疲れ様でした。バイバイ。